そうピックアップついてるんですけどね、2週間ぐらい前に壊れて、あの並行輸入品では買っちゃったんで保証が受けられないっていうので1万6000円が2ヶ月ぐらいで崩壊しましたね。で次正規品買うと4万円ぐらいだからさ、うん、でも生でいいんじゃないかと思って、うん、そう、でも PA さん嫌なんですよね、多分ね、こういうマイク撮りみたいな、なんか必要以上に強く弾こうとしてガチャガチャガチャ、ね、すいませんね、すいません、お腹かけしますか。この人ね、静岡から来ててね、今日終電がね、12時33分、10時半、そうなんですよ、だから短期決戦で、今日帰るの三島まで帰ります。三島市っていう町、皆さん知ってる人、あ、三島知ってます、三島市、あの実はね、テレマン、あ、いや、ごめんね、そう、僕ね、三島市の観光大使なんですよ。三島市といえば、皆さん、何が思い浮かびます？あなた、ジャンケン。あ、じゃあこれから覚えてください、はい、ね、今度じゃあ、この猫屋にお邪魔するときは三島の名物持ってきますんで、また呼んでください。絶対来いよね。ぜひぜひ呼んでください。その間の終電13ですけど、早く帰りますか。三島コロッケっていうのがね、あるんで行きますか。ネクストソングカバーやる。はい、ね、はい、変えましょう。変えますか、マイクを変える時間になりました。何を変える時間、マイクチェンジです。じゃあ三島の話もそう、三島の話もちょっとしようじゃあ生声でいきますね。そっちは大丈夫。俺こっちこっち、俺が生きちゃっていいね。経済アナリストの森永卓郎さんって知ってます？大好きです。森永卓郎さんが2013年非ヒットする地域の1位で三島市なんですよ。三島市はこれから観光で爆発的にヒットするって。癒着だよ、癒着。そう、実はあの去年その僕がやってるバンドがあるんですけども、去年その森永卓郎さんが静岡の、まあ、県域のローカル番組で三島市の対番組やったんですよ。その対番組 のテーマソングを僕出してもらいまして、森永さんが三島は絶対にこれから観光的にヒットすると。なんでかというと、まずね、三島って水がきれいなんですよ。富士山の水が、湧き水がきれいで、しかもですね、料理も美味しくて、水がうまいってことはイコール空気も美味しい、なおかつ土も美味しいんで野菜がすごく美味しいんですよ。ハイバリーズみたいなこと言ってんね。え、土がうまいのはいいワインが育つんだっていうね。ああ、そう土を食べてプッつってこの畑じゃないって思うけどね。そんな感じ。だから申し訳ないですけど、僕はあの東京とかの水道水飲めないんですよ。よく言う。申し訳ないですけどね。で、僕家で東京の水道水ですか。これあのこれ美味しくいただいてますけど、ね。なんでないですよ。横浜。ここはあの横浜細いパイプで水さんが来てますよ、これ多分。すごい美味しくいただいてますけどね。なのでね、三島はどうか、あの新幹線止まるじゃないですか、新横浜で熱海の小田原、熱海、三島じゃないですか。だからどうかね、熱海より一歩足伸ばしてもらって三島に来てくれれば嬉しいと思いますんで。感謝。ぜひとも三島に遊びし。そうですね。うん。じゃあ三島が好きっていう曲やろうか。言いましょうか。ね、来てください。やろうか。はい。カバー、ミスチルのカバーをやります。はい。これもさっき決まりました。行こうか。言っちゃっていいですか。いいぞ。はい。なんだっけ、出だし。あ、そうだ。もしもまた願いが一つ叶うとしたら、そんな空想を広げ一日中ぼやり過ごせば、月も濁る東京の夜だ。そしてひねり出した答えは、三島が好き、僕が生きる上でこれ以上の意味はなくたっていい。夜の星、アパートの脇、くたびれた寝たきで二つ缶コーヒーを買って、
入れ込まれたくない病気を隠し持っているんだろう君が好きこの秘密に潜んでいるルルイな性の身を生かしても繰り返し繰り返し濁った月が浮かんでいて横へ出いってしまう僕なりそっと新しく何かを訴えているしかしいい曲だな。